ユーティーズレインガローが私によって破られた今、チャチャが次に取る手段はこれでやんすね。白旗を振ったって許してやらないです。おそらくチャチャは不死鳥の剣を探そうとするはずだ。え、なんだすかそれ。だが果たして不死鳥の剣で私と対等に戦えるかな。なんだすか説明くらいしてほしいです。でやんす、気に入らないやつでやんす。こうなったら俺たちがあんなやつ出し抜いてやるだす。うん、でやんす。では不死鳥の剣を探しに行ってきます。気をつけて行くんですよ。忘れ物はない？はーい。不死鳥様が徹夜で作ってくれたおにぎり、先生が作ってくれたお弁当、行ってきます。あ、量じゃありません、量は気持ちですよ。おにぎり作るのに徹夜なんてすごいわね。エックッショイ。遅いね、リーヤ。ここで待ってるって自分の方から言い出したくせに。だいたいリーヤには責任感というものがないんですよ。大丈夫、シーレちゃん、お弁当開けてみて。え？うわー、食べちゃいましょうか。シーレちゃん、お弁当隠して。なんか大変なことが起こったんじゃないのか。え、あ、不死鳥の件は不死鳥と関係があるらしいぜ。ま、わざわざ言われなくても普通そう思うよな。不死鳥って不死身の鳥です。その体は炎のように燃えているらしいですよ。でも不死鳥さんってどこにいるの？待ってくださいよ。不死鳥のことなら確か社会科で、そうだ、ボーボー山ですよ。ボーボー山には不死鳥が住んでるっていう伝説があるって。そんなこと習ったっけ？覚えてないぞ。お前は授業中ほとんど寝てたろうが。ねえ、ジャジャさん。あ、私もボーボー山だすか。面白くなってきたでやんす。変な木、変な匂い、変なやつ。なんだこれ、この匂い。鼻がバカになるぜ。へ、全身をバカのくせに。何？わかんないのか？これは石油の匂いだよ。石油？石油です。つまり油。あ、気分悪いよ。早く不死鳥見つけて帰ろうぜ。ほらほら、不死鳥いたら出てこいよ。なんだよこの山は。ボー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 やたら燃え上がって。だからボーボー山って言うのよ。さすがジャジャさん。感心してんじゃねえよ。火を消さないとこのまま登るのも危険ですよ。私に任せて。いでよ、水。地図。俺に任せろ。おお、動物にしては賢い。こんちくしょう。うやー、こうなると思いました。もう少し遠慮して踏めよな。はい。うわー、どうしよう、どうしよう、うわー、どうしよう、どうしよう。やった、消えたわ。消えましたね。どうもありがとう。あなたは？私は。そして私が通りすがりの消防隊の隊長よ。まだ名乗ってません。ということでこれより消火訓練を始めます。えー、
ボーボー山は火事の名所なのです。コホンと咳をすれば、ポンわわポンと手を叩くと、ポン焚き火をすれば、ほら遊ぶな。おお、お利口さん。奥さん、お届け物ですよ。今はダメよ。伝承でダイヤモンドが当たったそうですよ。とこのように大変危険ですから、揚げ物をしている時には何があってもお鍋から離れないようにしましょう。はーい。では消火訓練の実習です。炎に土をかけるのは立派な消火活動です。えへん。他の方法もあります。まずはバケツリレーです。はい。何すんのよ。消火作業をするときはまず自分の体に水をかけておきましょう。だったら自分の体にかけなさいよ。はい、リア。ほら、チャチャ。チネちゃん、はい、リア。チャチャ。チネちゃん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 、リア。チャチャ。ストップ。それじゃあキリがないでしょう。あなたが火に水をかけるんです。はーい。消えた消えた。チネちゃん、次。え、あのでも水が魔法で出せばいいだろ。ああ、いでよ水。名水もちもち山の水、これで火を消すのはちょっともったいないですね。しねちゃん。あいつらなら料理するのは簡単でやんすよ。チャチャを丸焼きにしてからゆっくり不死鳥の剣を手に入れるでやんす。チャチャを倒せばもう不死鳥の剣なんてどうでもいいだすよ。たまにはいいこと言うでやんす。そうすればあの鋭角 C のアクセスの花を開かせるだす。やんすやんす。火打ちしくだすよ。いいでやんす。あ、そう。キャンキャン。火事よ。慌てることはありません。ちょうどいい訓練ですよ。はい、バケツリレー。でも水が。それくらい魔法で出せばいいでしょう。バケツに水を入れる魔法って教わってないし。教わってない。うわー、 このただの通りすがりの消防隊長に任せて。おお、なかなかエレガントな。さすがはただの通りすがりの消防隊長さん。うるさい。おかしいですね。やっぱり石油を掘り当ててしまうなんてさすがですね。うん、何のんきしてんだよ。そうですよ。こういう時はどうすればいいんですか。では皆さん、上を向いて手をこうしてあげてください。あめあめふれふれ、わとふればとふれ、あめあめふれふれ、ざとふれだとふれ。雨乞いのダンスです。なるほど。なるほどじゃない。降りませんね。じゃあ訓練はここまでということで。なんかすっきりしないぞ。まあ訓練ですから。そうそう、いいものがあります。これはまといというものです。おえ、元気に振り回してください。は、はい。そしてみんな頑張れと応援するんです。つまりそれは応援団の旗のようなものですね。応援団？油の火災には濡れた布が一番。うわー、まださあやってごらんなさい。はい、いでよ濡れた布。折れた斧出してどうすんのよ。ごめんなさい。なんかドロシーちゃんに怒られてるみたい。ギック。結構似てますね、ヒステリックなところが。あいでででででで。いでよ濡れた布。濡れ雑巾。はい、よくできましたね。え、やりましたね、チャチャさん。やったな、偉いぞ。はあ。いいですか、火事の時は慌てない騒がないで的確な処置をすることですよ。はい、ただの通りすがりの消防隊のみんなありがとう。何
喜んでんだよ。ねえ、よし行くぞ。あだから呼んだって。いたら返事して。チャチャさん、シーネちゃんも呼べよ。不死鳥さん、おーい、不死鳥さん、返事してくれると嬉しいな。喉乾いたぞ。当たり前だろ、あんだけ叫べば。水の匂いしないのか。これは俺の鼻じゃねえ。あ、お水だ。お水、お水、お水。なんかベトッツ。これって油。リーヤごめん、こんなとこに火がついたらあっという間に山火事ですよ。ああ、花火やりたい。ああ、チャチャさん、そんなものどうしたんですか。拾ったの。これいっぱい生えてるわよ、ほら。チャチャさん、それ捨てた方がいいですよ。私、花火って好きなんだけどな。おい、俺の食い物勝手に捨てんな。食べ物は大切に。ごめんなさい。そんなもん食ってんと腹壊すぞ。余計なお世話だ。うわー、きれいきれい。喜んでる場合じゃないですよ、チャチャさん。ここで火事になったら大変ですよ。そうね。イモムシさん、この山に不死鳥っているでしょ。ふん、知らねえな。てめえ生意気だぞ。この野郎。やめて、リーヤ。下手に怒らせたら火の海だぞ。くそ。行きましょう。ムシ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 です。ふん、このボーボー山から無事に出られると思ったら大間違いだぞ。なんだよ。リーヤ、ムシ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 。やつが言ったですが。言ったでやんすね。あ、お前まずくだすな。そういうお前たちは何なんだよ。大魔王様の大幹部だす。へえ、噂では大魔王様はチャチャとかいう小娘に手こずってるって聞いたが。お前たちが幹部じゃ大魔王様も苦労するだろうな。さっきお前と話していたのがチャチャでやんす。あのガキがか。どうだす、俺たちに協力してチャチャを倒したら大魔王様の幹部にしてもらえるだすよ。そいつはいいな。こんな山ん中でくすぶってんのはつまんないしな。任せときな、すぐに仕留めてやるからよ。勝手にあんな約束をしてもいいでやんすか。あんな芋ちゃんどうにでもなるだすよ。ひえ、すごいところですね。みんな石油ですよ。不死鳥やーい、いたら出てこい。また出てこないと焼き鳥にしちまうぞ。喉が渇くだけだってば。本当にこの山に不死鳥がいるのかよ。社会科で習っただろ。チャチャの前でいい格好しようとして知ったかぶりっこしてんじゃねえの。もう一回言ってみよう。ああ、いい格好しいの知ったかぶりっこ。かぬかぬかぬぬお天気狼め。なによ、ダメよ、火花なんか散らしちゃ。そうですね、わかった。じゃあ不死鳥はいるぞ。変わり身の早いやつで、どうやって探すんだ。不死鳥をおびき出しましょう。それには不死鳥の好きなものを出せばいいんです。不死鳥さんの好きなものって。あ、いや、その、不死鳥の好きなもの、あ、そうだ、不死鳥というくらいだからきっと節が好きですよ。節って。節、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 節。海峡冬景色。なんだよそれ。拳。うん。うわあ、もしかして不死鳥さん。
さっきの拳に釣られたのかな。まさか。ほら、痛えの何しやがる。そりゃこっちのセリフだ。危ねえじゃねえか。危ねえようにやってんだよ。何よ、大変だ。このままだと火事になっちゃう。僕に任せてください。入れよう、お水いっぱい、お水。こら、これじゃ訓練前と一緒だろ。じゃじゃ、濡れた布。そうね、入れよう、濡れた布。やった、うまいぞ、じゃじゃ。でも雑巾一枚じゃ。うわー、入れよう、濡れた雑巾いっぱいいっぱいいっぱい。炎の勢いは弱まったようですけど。焼け石にミミズだな。ちょっと違うな。あ、見て、あそこ油の川に近づいてんぞ。喉乾いたのかな。大変だ。こうなれボーボー山全体火の海だ。空飛んでいたってただじゃ済まないぞ。やめろ、火の弱いところへ避難しましょう。でもあんなやつやっつけちゃおうぜ。あ、大きな大きな。じゃじゃ、じゃじゃさん。わあ、俺様が大きくなればこんなもんさ。おおっと、俺も焼き芋虫にならないうちに。対決対決シールド眉。なんでやんすか、これは。こら、イモちゃん、寝てる場合じゃないですよ。チャチャはどうなったんですか。こんなやつに頼ったのが間違いだったでやんす。こんなやつこうしてやるでやんす。やんす。チャチャさん、何か火を消す方法を考えないと。よし、俺に任せろ。みんな頑張れ、火を消せ。誰が消すんだ。よし、こうなったら雨乞いのダンスよ。あの人たち、大したこと教えてくれなかったですね。まだ教えてもらったことがあるはずよ。あ、天ぷらをあげましょう。真っ黒焦げになるでやんす。はあ、なんかすっごい。イモムシは仮の姿、その実態は千年も万年も生き続ける不死身の不死鳥だ。分かっていたですよ。眉を炎に放り込んだらこうなるってことは俺に感謝するです。ありがとうよ、これがお礼だ。不死鳥だ。やったやった。あれは鳥じゃなくて蝶々の不死鳥ですよ。いいよ、火の海の中よく無事だったな。あいつさっきの芋虫ですよ。なんだって。炎の海は俺様のゆりかご。俺様が不死鳥だ。大魔王様に取り入る絶好のチャンスだぜ。ちゃちゃ覚悟しろ。諦めが悪いぜ。
局ボーボー山には不死鳥の剣はなかったんですね。引けた顔すんなよ、また探せばいいだろ。そうよ、不死鳥の剣は必ず探し出してみせるわ。よみがえる鳥が現れるっていうその伝説、それこそ不死鳥の